三浦六郎三浦六郎9月23日から1969年12月16日は日本の内務台湾総督府官僚政治家立川市長本席は京都府三浦里市の長男として生まれる第三高等学校を経て1908年10月東京帝国大学法科大学法律学科を卒業1909年 内務省に入る警視庁警部となる。1911年11月、高等分官試験行政科試験に合格。以後、英代京警察署長、警視庁警視、深川警察署長、大木橋警察署長、四谷警察署長、熊本県宇都郡長などを歴任。1919年6月、台湾総督府に転じ道府警視県道府警務官、監察官となる。 道府事務官、刑務局衛生課長、道府州事務官、新築州内務部長などを経て、1924年12月、高尾州知事に就任。1926年、元山文平の公認として、大中州知事となった後、1927年7月27日に、吉岡原づくりの公認として、1928年7月21日に、 伊学面本館となるまで、台湾台北地区で、台北州の知事を担当した。管轄は、今の台北市、新北市、ギ蘭県とキールン市など。1930年5月、関東庁内務局長に就任。1932年1月29日、伊学面本館となり退官した。同年8月、満州国に転じ、吉林省降所理事官総務庁長,長に就任。 以後、国務員職宅を経て、1936年3月から、同年8月まで、満州拓職幹事を務めた。その後帰国し、1937年10月から1940年2月まで、国民精神総動員中央連盟幹事に在任。1943年10月5日、立川市長に就任。臨戦体制の整備、立川消防署の設置などによる、 防災体制の整備に尽力。戦後は、戦災からの復興、立川基地への米軍進駐などの対応に尽くし、1946年10月9日に市長を退任した。その後、立川市公民館長などを務めた。ありがとうございます。